はい、今回もなんですけど、ちょっとまた難しいことにチャレンジしたいと思うんですけど、ここのクラックですね、このローファーのこういうところでパックリ割れてるっていうか、まあこれちょっとどういう状況かわかんないんですけど、ここのね黒いところ2箇所、まあこの上のこの履き際のライン、ここが割れてそうなので、ここをねちょっと今回新しい試みで埋めてみたいと思います。結構ねこういうのはずっと何かしらいろんな作業というかいろんな材料を使ったりして探してたんですけど、なかなかうまくいかないんですね。見た目ね綺麗っていうのはできるんですけど、この1ヶ月2ヶ月3ヶ月入ってって、まあ1年ぐらい入ったらまあメンテナンスでいいと思うんですけど、そういうね永続的に履けるっていう保証ができないので、まあお客様に対してもメニューとしてはあまりなかったんですけど、まあ、今回ちょっとこれいけるんじゃねっていう確立したものがありそうなので、それを試していきたいと思います。まあそれをこれで見せちゃうっていうのもまたすごいんですけど、まあ何回やっても成功してないやつをお見せしていこうと思いますので、お付き合いしてください。はい、ではここの割れね、こうやってグッと招いた時にできるこの割れにちょっとあるものを流して、ここのね黒いところ、これは何かなと思うんですけど、あんまりちょっと自信ないので、ここちょっと痩せてはいるんですけど、それをやってみたいとは思うんですけど、ちょっとひび割れの方からで、今回使うのがまあよく登場しているこちらグルーを使っていきたいと思います。でグルーを使うんですけど、まあ、正直話しちゃうと、もう反対側で一回ちょっとやってる、反対側の方が状況がひどかったので、こんな感じに、ちょっと反対側ね、こんな感じになってます。これは、ここがね、パックリ割れてたんですよ。それを、ノーテープと、グルーの、まあ、混ぜたものをここにぶち込んでます。で、実際はここに線があったんですけど、まあ、こんな感じで大きくベンってやったんですね。最初、グルーを溶かしてこんな感じ。でもね、グルーを均一にまとめるっていう技術がないので、自分に。なので、ちょっと山みたいになっちゃうんですよ。それを、で、グルーって接着力が多分弱いんですよ。塊としては。薄くなると強いかもしれないですけど、でも薄くできないので、この瞬間接着剤を使って混ぜてくっつけました。そうすると、ある程度くっつきはいいんですけど、厚みがちょっと解消できないので、まあライターで炙りながらグルーを取りながらってやっていくとこんな感じになります。で、粉やすりや、この粉やすりや、これですね、粉やすり旋盤か、あとこのトコノールとか使って平らにしてもっと綺麗になるとは思うんですけど、今現状こういう感じなんですよ。ただやってきた時に気づいた時に、これいらないんですよね。ここシワはあくまでもこう入ってるんで、割れてるのはどうしてもそのシワだけピンポイントでやる、ここもちょっと割れてますけどね、ここでも、あ、ここも柔らかいよ。シワだけをピンポイントにやるってことができたら、まあ一番いいんじゃないかなと思って、こういう風に綺麗にするところの範囲も狭く済むし、もっと自然じゃないかなと思うんですけど、それをちょっとやってみたいと思います。本当にやったことないんですけど、失敗したらごめんなさい。でもこれさっきから100回ぐらいこうやってやってるんですけど、こう結構再生能力ありません？ここの V 字 V になったところが普通は浮いてくるんですけど、ほらあれちょっと浮いてるか、そういった意味ではここら辺ね浮いてるかと思っても、この段差のつなぎ目がやっぱり技術がないんですよ。なのでもともとそこを取るんじゃなくて、この中にだけ入れる、この中にだけ入れるっていう能力が自分にはじゃない、中に入れることができればこの段差とかが存在しないので、それを反対側の足でやっていくっていう感じです。まあできるんかな、この靴がね、もう何十年前の靴らしくて、かなり傷んではいるんですけど、別にここをつるっとさせるっていうのは目標じゃないんです。あくまでも、だからワックスでここをごまかすとか何かで隠すっていうよりは、
この雰囲気を保つ。なのでそのグルーの量とか瞬間接着剤の混ぜ具合とかそういうのはもう全く分かんないです、火加減とか。ただそれをまあができたらいいなと思ってやっています。では早速、でもねこっちちょっと分かりにくいんですよね。でもここ分かりやすいですかね、ここ、こことこことここって やると多分また大きい範囲になっちゃうんで、あ、ここ行きますね。ちょっとこうやって見せたいんですけど、なんか触るのがこうやってやりやすいんで、もし嫌な人はひっくり返してください、携帯であればね。よし、早速じゃあ、何をやっていくかというと、こいつをライターで溶かします。まあこれがパレット役みたいなもんですよ。でもこうやってやるともうここ溶けてるんですけど、こうやって溶けてきます、こうやってね。でタラーっとなったり、ほらこんな感じ、こんな感じで、なんていうんですかね、溶けていくんですけど、これが接着力があんまり良くないので、そのノーテープと混ぜます。でそう、結構早く乾いちゃうともうこの固まるんですね、ろうそくみたいなもんなんで、もう固まっちゃうんで、こうなったらもうちょっと変化というか、使えないので、接着力が弱いので、先にこいつを、これはねそんなすぐ乾かないです。でもしこんな、これ見えますか、ここですね、垂らして、でライターでこのグルーがここに落ちたときって、この接着剤の成分で多分火が出ます。気をつけてください。もう火が出るって分かってればいいですけど、最初にやってうわこれ何これみたいな、おお出ましたね。それでこれをまだ熱いのでこれを混ぜていきます。だからここら辺の分量が、あ、もう固まってくる、あ、固まってきた。でこちらに割れてるところにもう固まってるよ、入れていきます、入れていきますっていうか、ほんともっと小さくできたらいいんですけど、やっぱり大きくなっちゃうな、他のところもやっちゃう、ダメ？やばい、時間ない。手もくっついちゃう。こっちもまあいいか。ほら、もうこの時点でもうすぐ、もう固まってる。こっちも固まってる。ちょっと鼻くそみたいになってますけど、そう、厚みがなければ、そして瞬間接着剤が入ってると、こういう風にすぐ乾くんですよ。で、これを、今度はやりづらいか、立ちますね。今度はライターで炙ってきます。これが今ボコボコってなってるんですよ、このボコ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 って、もうささくれみたいに取れちゃうかもしれないですけど、ここいらないんで取っちゃいますね。これを炙ってきます。こうなったら艶が出ますよね。こうなったら少し変形するんですよ。こうなったら変形するので、それを利用してなんか削れないヤスリとかでこうトントントンと押さえていってもいいですし、こっちにもしついちゃうようであれば、今思いついたな、こうやって温めてもいいかなと思って。こっちもボンドとかついてると燃えますから気をつけてくださいね。最近用品使うな。こいつを当てます。ハンダゴテでもいいかもしれないですね。これももうちょっと台がある高いところでやった方がいいですね。まあ、器用な方はこの割れに対してしっかり埋めれると思いますので、この時点では平らにするってイメージですね。割れに埋め込んで平らにしていけば慣らす時間が少なくて済むので、
熱っ。こっちの手の方まで来ましたね。で触ると結構白くなってきますんで、こういう風に。いまいちどこに割れがあったかわからなくなっていっちゃいましたね。これは乾くとわかるんですよ、この厚み。ここさ、かさぶたみたいになってるんで。そう、いらない。うん、ここにありましたよね。ちょっと長なりそうだな。一回切ります。